これとかもねちょっと喋らんでも別にいいことなんですけど、オレオレさくらってあのサララ見てましたレース、あの、はい、最高峰もう1コーナー回る時ぐらいからさもう20馬身ぐらい置かれて、そっから何もできずにそのまま持ちの大差負けてじゃないですか。でもこれねすごいのは7頭立てなんで7着って賞金入るんですよ、ね、だから森調教師っていうのはそんなもちろん分かってて、おらへんにやったらって言ってそうやって回ってくるだけで賞金稼ぐって、こんな馬主さん、我々馬券買う側は全く関係ないけど馬主さんにお金を儲けさすっていうことを考えると素晴らしいことをしてます。賢いですよねこれ。いやそれをなんか梅さんに教えてもらってるんで、なんかもう意図が理解できるんで、そういう見方も変わってきますよね。それが分からんかったら何してんねんっていう、そうなんでおんねんってなるんですけど、そうでもそれはね馬主さんのことを考えてやってるんですよね。うん、ね、いや逆に賢いなって見るのが、いや賢いです、めっちゃ賢いです。狙って使ってくる、うん、森めっちゃ多いですもんね。森厩舎って格上挑戦とあと地方交流競争に関してはすごいんですよ、うん、その2つ、まあ、地方交流競争は平日やからみんな見てない人多いかもしれんけど、言ったら1勝クラスとかなんですよ。その条件クラス あの重賞じゃなくてね、重賞じゃなくてあの1勝クラスとか2勝クラスの、地方交流競争はもうめちゃくちゃ出ます。実際ね、見てもらった、うん、まあ今年はちょっとまだあれかな、うん、あでも見てもらえば分かりますよ。あのねこれ週刊競馬ブックのあのリーディングトレーナーとか見てください、はい、178ページ見てください、はい、178ページね、これね開けてます。上から池江厩舎23勝とか勝利数あるじゃないですか。で、はい、ちょっと右に行くと地方交流成績だの分かります。あありますあります、はい、で例えば池江厩舎は0000から今年地方に1回も走ってないんですよ、うん、こう分かるでしょ意味ね。で、はい、ずっと下がっていってください。森厩舎67位ですけど9215ですよ。これめっちゃすごいでしょ、すごすぎる、めっちゃすごいでしょ。でいやこれすごいな。ちなみにリーディング争いっていうのはこの9足されます。だから森厩舎はこれこの週刊競馬ブックは中央の8勝だけ67位になってますけど、でも森厩舎は実は今17勝上げてます。ってことはどこまで行きます？ほらベスト10入るんですよ。そうなんですよ。いやすごいでしょ、すごいでしょ、はあうん、すごい森マジックですね。あとねまあまあちょっと話はあれですけど、やっぱピンクカメハメハとかのアンランドサウジの勝利とかエグいですからね、うん、いやすごい人だと思います。ああ素晴らしいですね、はいはい、いい視点の話いただきました、ありがとうございます、はい、なるほどと思ったらぜひよかったら高評価ボタン、こういう話がたくさん聞けるチャンネルなんで、おもろいでしょ。いや面白いです。67位からベスト10入るんですよ。いやまずもう数字がすごいですよ、9人1号って。そう桁が違いますもんね、他の投手と。面白いでしょ。いやこれ面白いと思います、すごい。ありがとうございます、はい、素晴らしい、はい、でしかもね9勝もちゃんと勝ってますからね。いやそう勝つこともしてるから、ただ出るだけじゃないっていうのもすごいですよね。使い分けも素晴らしいですね、